どうもコタクケです。今日はソロ活動ですね。突然ですがドラムセットをいただいたので磨いていきたいと思います。20年前ぐらいのドラムセットらしくて、まあ見ての通りサビサビです。あ、ちなみに一部です。今映ってるバリバリに曲がってるんですけど、あるんでちょっとこれを使えるように磨いていきたいと思いますが、いきなりトラブル発生です。私はドラムをバラす工具を持っていませんでした。なのでとりあえず磨くだけ磨いていこう、バラせるものをバラして磨いていこうかなと思います。では始めます。え、取れるよね。取れるよね。取れるはずだよね。来た。来た。この野郎、手間かけせやがって。本当はね、灯油とかガソリンとかにこの部品を突き込みは一番うわくちゅくちゅ。緩衝材のゴムパッキンみたいな感じなんですけどね、クチュクチュになってます。でね、大体ね、ドラムの工具ってスティックとチューニングキーっていうんですかね、この四角形を開けるものがあるんですけど、それで大体クリアできるはずなんですよね。残念ながら僕はそれを持っておりません。てか送ってくださいトンさん。バンドメンバーに物乞いするまあいつものスタイル。なのでシンバルについてはもう全然諦めました。なので諦め早いな。ペダルに行きます。なぜかツインペダルが入ってたんですよね。バラしていきたい。紅だー。紅やな。大変なんですよこれ。大変なんですよ。誰かこいつの抜き方を教えてください。次。